皆さんこんにちは。今回は競馬界の聖人とも称される武豊騎手が激怒した出来事をご紹介します。競馬界のレジェンドである武豊騎手は、競馬に詳しくない方でもその名前を一度は耳にしたことがあるでしょう。日本を代表する騎手としてメディアに出演する際には、その笑顔やスマートな立ち振る舞い、芸人顔負けの面白トークで魅了します。後輩騎手たちがこぞって真似をすると言われる美しい騎乗フォームや華麗な鞭さばきで、日本競馬の広告塔としても活躍しています。今回はそんな武豊騎手が怒りをあらわにした出来事をお伝えします。まず紹介するのは2017年の JBC レディースクラシックにおける出来事です。デビュー以来多くの優勝を重ね、 G1 も地方や海外を含めて延べ100勝以上を達成している武騎手。中央競馬の G1 レースのうち、武騎手が勝ち星を挙げていないのは2017年に G1 に格付け変更されたホープフルステークスを残すのみとなりました。そして地方競馬との交流重賞でも中央競馬の G1 に相当する G1 のレース完全制覇まで JBC レディースクラシックのみが残されていました。この年最大のチャンスが訪れました。武騎手が騎乗したのはプリンシアコメータ。レースはプリンシアコメータが最後の直線で先頭に立ちましたが、大井競馬所属の真島大輔騎手のララベルが並んできて、2頭は合わせ馬のような形になりました。ゴール手前でララベルがプリンシアコメータに外側から激しく接触し、ライダチに接触しそうになるくらい押され、武騎手は手綱を引いて危うく落馬寸前になりました。ララベルはそのまま先頭でゴールイン、審議対象となりましたが、結果的に到達順通りで確定し、ララベルは JBC レディースクラシック初の地方馬の勝利として歴史に名を刻みました。その後真島騎手は騎乗停止処分を受け、なんとも後味の悪いレースとなってしまいました。武騎手は自身の公式サイトの日記でこのレースを振り返り、次のように述べています。プリンシアコメータにも余力があったので、外から押し込まれても押し返すことができたので事故にはなりませんでしたが、大きな振りを受けました。もしこの時プリンシアコメータに余力がなかったり、ララベルの力がもっと強かったら大事故につながっていた可能性がありますと述べています。また膠着制度は今回のような1対1の有利不利を救済するためのものではなかったでしょうかと疑問を呈しています。2013年から膠着失格に関するルールがより世界標準に近づけるために改正されました。走行妨害がなければ被害馬が加害馬に先着していたと判断される場合、被害馬の後ろに膠着とします。極めて悪質で他の騎手や馬に対する危険な行為により競争に重大な支障を生じさせたと判断される場合、失格とすることとなりました。レース後にはパトロールビデオもネットで公開され、ファンの間でもこれはアウト、不利がなければ逆転があったかもしれないとの声が上がりました。1着と2着の差はわずかで、後味の悪いレースでした。一方真島騎手は、自分のせいで後味が悪くなってしまい申し訳ない気持ちです、気持ちが強すぎて一心不乱となり周りが見えなくなっていました。どんなレースも覚えているはずなのに、あのレースだけは思い出せません。夢中で追っていて、よくアスリートが言うゾーンに入る状態だったのかもしれませんと振り返っています。勝ちたい気持ちで無我夢中になることは決して悪いことではありませんが、結果的に周りに迷惑をかけてしまいます。集中力が極限まで高まった状態をゾーンに入るというのは少し違うかもしれません。当時はデビューから20年、2400勝以上を挙げていた真島騎手でしたので、今後も南関東を引っ張るトップの一人として見ていて気持ちの良い騎乗を心がけてほしいですね。ちなみにその後武騎手は2019年にヤマニンアンプリメに騎乗し、 JBC レディースクラシックで初勝利を収め、 G1 完全制覇を果たしました。2002年の NHK マイルカップでは、武騎手が他の騎手の立ち振る舞いに激怒した数少ないケースがあります。このレースで武騎手が騎乗したのは一番人気の谷野ギムレット。この年武騎手は2月に落馬負傷し、クラシック出場は絶望とされていましたが、持ち前の回復力でこのレースに間に合わせました。レースが始まり、完璧な折り合いで最後の直線を迎えた谷野ギムレットと武騎手。しかし直線で鶴丸ボーイが外に膨れ、谷野ギムレットに接触、その隙を狙った勝浦正樹騎手のテレグノシスが鶴丸ボーイの進路を妨害し、その際の進路妨害で2度も進路を塞がれる形となってしまいました。谷野ギムレットはこの影響で大きな不利を受け、3着を確保するのがやっとでした。テレグノシスはそのまま1位で入線するも、
ターフビジョンには審議の青いランプが灯りました。勝ち馬のテレグノシスが審議の対象となり、約20分にも及ぶ審議が行われましたが、結局着順に変更はありませんでした。その後、検量室で勝浦騎手を見つけるや否や、検量室の外まで聞こえるような声で武騎手の怒声が響き渡りました。これまで冷静で声を荒げることの少ない武騎手だけに、周囲の人々は驚きを隠せず、関係者もあんなに憤慨したのを見たのは初めて、馬主とのいざこざは別にして騎手に対しては初めて、よほど腹に据えかねたのでしょうと話しました。勝浦騎手と管理する杉浦博明調教師にとってはこれが G1 初勝利となりましたが、複雑な初勝利となってしまいました。2022年の桜花賞でも少し緊迫した出来事がありました。2022年春、競走馬にとって一生に一度しかチャンスのない3歳のクラシックシーズンがやってきました。この年の武騎手はウォーターナビレラと共に牝馬戦線を戦います。迎えた初戦 G1 桜花賞、パドックを終え、全馬が待機所で輪乗りをしている時に事件が起こりました。本来待機所はレース直前にウォームアップを終えた馬たちが息を整え、スタートに向けて集中する場所です。馬は非常に繊細な動物であり、ちょっとした音や光にも驚いてしまうことがあります。場合によっては驚いたことで転倒し怪我をすることもありますし、恐怖心から競争能力を失うこともあります。そのため取材陣はアクセサリーやカメラの照明を外し、固定カメラや望遠レンズを使って馬を刺激しないよう注意しています。しかしこの時、大阪に本社を置くテレビ局カンテレのカメラが待機所の近くにあり、出走馬を追うために首を左右に振っていました。カメラの動きに驚く馬もおり、これを見た武騎手は動くなと注意しましたが、再度カメラが首を振るのを見て、動くなって、あんまりカメラ動かさんといてと厳しい口調で再三注意しました。無断で待機所に近づくことは考えづらいため、 JRA が特別に許可したと思われますが、ここまで必要だったのか疑問が残ります。ウォーターナビレラは武甲子郎厩舎の馬であり、兄弟での G1 制覇がかかっていました。甲子郎調教師や生産牧場の社長、馬主である山岡氏との長い関係からも、このレースにかける思いは強かったと思われます。もちろんウォーターナビレラと武騎手だけでなく、全ての騎手が馬の安全に配慮し、馬主や厩舎、応援してくれるファンの夢を背負ってレースに臨んでいます。一頭一頭、一戦一戦が真剣勝負です。クラシックレースは一生に一度のチャンスをつかんだ限られた馬だけが出走できるのですから、そこに水を差す行為は許されるものではありません。万が一馬を刺激して暴れた場合、他の馬や騎手、カメラマン自身にも危害が及ぶ可能性があります。これにより馬が怪我をした場合、高額な賠償責任が発生する可能性もあります。武騎手もそれを見越して注意したのです。カメラマンもプロとして競走馬との接し方の基本を学び直し、相手の立場を理解して撮影を行ってほしいものです。最後に武豊騎手自身が怒られたエピソードも紹介します。温厚な武騎手が珍しく怒りをあらわにした出来事を紹介しましたが、逆に武騎手が他の騎手から怒られた少し残念な話です。2019年のフェブラリーステークスで武騎手が騎乗したインティが優勝し、これが1年ぶりの G1 勝利となりました。翌週、お祝いムードの余韻が残る立東トレーニングセンターでのこと、週末に出走する馬に調教をつけるために立東に来ていた東の大ベテラン横山範弘騎手が武騎手に対して怒鳴り声を上げていました。その理由は、昨日 G1 のお祝いをしようと思って贔屓にしている焼肉屋を予約して待っていたのに、あいつ約束を忘れてて、俺は5時間も待たされた。電話しても繋がらないし、やっと電話が来たのが夜9時でもうホテルに戻ってた時間だとのこと。横山騎手は水曜の追い切りに来るとき、前日から関西に来てホテルに宿泊するのが通常パターンですが、今回は武騎手との約束のために火曜日の朝には移動していたそうです。事前に約束していたにもかかわらず、焼肉屋で5時間待たされたことに横山騎手が怒るのも無理はありません。この件について武騎手は、その日は忙しくて約束を忘れてしまい僕が悪いんです、携帯を充電する暇もなかったので、充電したら横山さんからのメールが入っていて顔が真っ青になりました、すぐ折り返しの電話をしましたが出てくれませんでした。ああ、これは明日相当怒られるなと思い、意を決して横山さんのところに行ったら、もうお前が何しても俺は二度とお前を祝福しないからなと言われましたと話しています。その後、武騎手は真摯に謝罪し、
落ち着いたら今度は横山騎手を焼肉屋に誘う約束を取り付けたとのことでした。いかがだったでしょうか。今回は武騎手のブチギレエピソードについて見ていきました。普段は温厚な人でも、温厚だからといって絶対に怒らないわけではありません。我慢しているわけではなく、心に余裕がある状態や怒りの限界点が他の人より高いため、なかなかそこに達しないだけです。武騎手も一人の人間のようですね。騎手会会長として騎手やスタッフ、そして何より馬のことを誰よりも考え、彼らを守るために先頭に立ち、時には声を荒げることもあります。武騎手がいるからこそ、私たちも純粋に競馬を楽しめているのかもしれませんね。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。